なんとかなんとかサ部コーラスになりました。はい、えー、これからまたちょっとねあのいろいろ大変ですけれどもあのみ明るく前を向いて、えー、更新していこうという、えー、願いを込めましてトルコ更新曲から始まりました阿朝返島姉妹エリコと妹の美穂です。はい、私の横にはこんにちは文化放送アナウンサー砂山敬太郎です。ええー、そして月曜日ははい森永卓郎です。はいよろしくお願いいたします。はい今日は3月11日月曜日です。ね。 天気も綺麗に晴れて東京地方はねそういう感じですけども頭から日はあはなんとわけのわからない連中がスタジオにご訪問をしてくださるそうです。この方たちでですすどううぞ皆さんお元気かま よろしくお願いします。素晴らしい。元気か。はい。お久しぶりです。はい。はい。むっつりすけべの森です。むっつりすけべの江口です。お見送りです。お久しぶりです。お邪魔いたします。いいですか、座っても。どうぞ、どうぞ。失礼いたします。すみません。ギシク。ね、ありがとうございます。ギシ。

あれからもうどれくらい経つんだもうまだそんな経ってないと思うんだけどいやもうとともうでもほぼ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 一年ですあそうかねはい大きくなって帰ってまい参りましたね嘘ついたのでちょっとそうですね大きくなったり小さくなったりをしていましたはいはいねはいでも今日はあれでしょまあ時間全然ないところななどの番組に来てくれたのなんかこうあこの今日あの大島大島さんあ上上島さんごめんはい ウエイジユーマさんユーマさん全然違いましたねワンダーユーマ4月8日の月曜日はい、夜9時半からユーマさんがあってればねそうですね森永さんももこの歌で結構ニコニコ歌ってましたねいやでも放送業界って不思議ですよね一物っていう表現は 堂々と言え、他の言ったらすぐ干されるじゃん。そうですね。そうですね。まあだからギリギリですよでも一物もね。ギリギリやギリギリですよね。抜け道を見つけました。そうですね。私もギリギリを生き続けてきた。あいやもうもう痛く共感。いたいですね。二人で一物堂を歩きたいですね。一物堂ギリギリの道歩む。そんな道あったの？一物堂ですね。でもねみんな男よりはこのね一物ギリギ温度にみんな引っかかるよ ね今日までねよく生きてきましたって感じだよね森山さんだって辛うじてたよお前辛うじてたよ失礼な言い方が生きてるか死んでからよく分かってないんだよそんなこと急い究極状態じゃないですかもうねお医者さんから桜が咲くのは見られないだろうって言われてたいや本当の話だよこれ本当本当 来週先相談です俺はもうめでたいですよ森さんもタバコあんまり吸っちゃいけないんだけどね、うん、ああ喫煙室でね、うん、なんだよそれ <laughs> よくわかんないね<え>タバコあんまり吸っちゃいけないんだけど、うん、喫煙室でお会いしたら桜が咲くまで私は元気です、うん <laughs>

ありがとうございます。また何かありましたらそうだ。お伝えください。はいはい。そうだね。本当に来てくれるの？忙しくてさ。いやいやいや。歌うんで。そうですか。顔も出しますし、下半身も出しますよ。バカだね大きくなって、大きくなって帰る。あんまり大きくしない。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。ね、今日は。 ね、いろいろある日、ね、どぶろっくが来てくれて、頭から。にぎやかに始まって、ね、森永さんも元気になって、なんかいいな。はい、三月十一日です。えっとですね。今日テレビをあちこち見ていたら、まあ、いろんなことが情報として伝わってますね。アカデミー賞をやってたね。アカデミー賞は、これはもうみんな派手なドレス着てね。 なんだっていうくらい派手なドレス着て、はい、司会の方が出てましたけど。そんな中で、君たちはどう生きるかが、何ですか。長編アニメーション映画賞。長編アニメーション映画賞。ね、えっと、役所さんのはちょっと残念だったらしいけどね。花い、華々しく行われていました。はい、そして、ワイドショーをちょっと見てたらね、あの。 大下保子だっけ？大下保子さんのわなんかワイドショーワイドスクランブルねあれでは昨日が三月十日だったんで三月十日は佐藤の日らしいねああ佐藤さんがたくさん集まったって話してたねそうなんですかはい知りません知りそんなもよう集ったんですねえそんな話をしていましたえガザではね食料が届かないという えー、情報が入ってきてもうほとんど飢餓状態がずっと続いていたとテレビの映像では、まあ、あの赤ちゃんを抱えたお母さんが哺乳瓶の中に水ですねあれは水を入れて与えていたと、うんうん、もうミルクもないと何にもないと電気もないと食料もないとミルクもないと。 そんな中で赤ちゃんは哺乳瓶から水だけを与えられているという状況が流れてましたね。東京新聞は、まあ、ずっと、ね、311の話が1面から2面、ねえー、各面を311とのとの情報が覆っていました。はいえー、森永さんの本は、 あああっという間に三釣りだという情報が流れています。そうなんですね。ええ土曜日に発売になってまだだから二日しか経ってないんですけど、二釣りと三釣りが決まったんです。最初四万部据ってですね、一人でやってる出版社の社長正直震えてたと。一人。いや一人でやってるんですよ出版社。大手は相手にしてこなかったんで。 え4万部売れ残ったら、はいはい、もう会社一瞬で飛ぶんですね。ところふ蓋開けてみたら、うん、すげえ売れたので、うんうん、え焦って2釣りを決めて、はい、さらに焦って3釣りを決めて今もうだから6万5千部まで,で、うん、社長もう震えっぱなしずっと震えてたいいのかこんな状況で。<laughs> っていうくらいこの書いてはいけないというご本は売れてるということが伝わってきております。えー、とあれだね あの昨日ね311だったんで、はい、あの今日31なんで昨日ねあの前からこの番組にねよく参加して、はいえー、くださってる聞いてくださってて、えー、浜祭りにも、うんえー、お子さんと2人で顔を出してくれた、まあ、この番組では確か K さんっていうふうにお伝えしてたかね、はいえー、お土で、えー、311の、はい、あ町が被害に遭って。 えー、それから、えー、この方は家族の方があ皆さんあのお亡くなりになられてお子様がたった一人、えー、当時10歳のお子さんが、はいえー、電話で「はい、おたけさん23歳になりましたと」と、はいえー、今二人で千葉の方で住んでるところは別々ですが元気に息子は。 暮らしておりますというお話を昨日から今朝にかけてお電話だけですけどさせていただきました。はい。ええー、大津市の町はどうなってるんですかって聞いたらですね。はい、ええと海の方はあれですね。おそびえるような防潮が防潮堤が立っていて、はい、まあ海はちょっと見えませんと。えー、町はどうですか。ええー、町は 国道沿いにはあのー、ラーメン屋さんとか、はいえー、土産物屋さんとかが建、うん、ってるんですが街、あのー、全体としてはやっぱし元には戻ってないと「お年寄りたちはどうですか?」って言ったら、はいあのー、まあ大土はあのー、被害に遭った後、はい、高台に仮設住宅ができたわけですが。うんうん えー、この K さんという方はたまたまですけども、はい、あの熊の出るようなねところの仮説にお住まいになってて、はい、でそこでは老人たちが、えーまあ、それはあの避難所があって、はい、避難所から仮設に移ったわけですけど、うんえー、老人の人たちは、まあ、その後 え避難所から仮設に移って仮設ではね元気な状況に街の人が見回ってくれるときに黄色い旗を立てるらしいですねで黄色い旗をこう立ててるとまあ元気ですねいらっしゃいますよっていう意味になるらしいんですけどもまあそういう状況だけどもう人は本当に少なくなってきてえそれで仮設に避難している方たちは何て言ってるかって言ったらば避難所に帰りたいと。 まあ,仮でまあまあ仮説ではねって、うん、まあそういうところではずっと生活してたり、まあ、もちろんそこからもう出ていってらっしゃる方もたくさんいらっしゃってるんですけどもそれどうしてかって言ったら、まあ、ここじゃ、ね、あの話ができないと、えー、町の,あの老人たちが何を望んでるかって言ったらみんなと話したいんですよはい、はい、大竹さんってねそれができないと、えー、それができないんでそれからまあこれはまあ 災害関連死っていうんですか詳しくは聞きませんでしたけど亡くなる方がお年寄りには多いという話をされていましたね、うん、このお父さんは、まあ、ちょっとお酒の好きなお父さんでね、はいえー、たまに電話がある時は酔っ払ったりしてるっていう感じの方ですけどね、まあ、何よりも 一人たった一人残された息子さんが元気で生きて23歳になられたという話を聞いてまあ,まあまあこの番組ではあれですねまあいろんなことがあってもまあまあね生きるからにはこう前を向いてみたいなことも申し上げてたと思うんですけどいやこの今回の能登のねこの話でえ聞くとやっぱり。 前を向けなんてやっぱり無理な話なのかもしれないなと近頃はちょっとねええー、思っておりますねあ。お年寄りの方の話し合いってもいなくなるとねそれで孤立していくというので能登、まあの,の方は避難所からのこう別の場所に移るのにあたっては、えー、なるべく地域の方法を大事にしながら。 避難してるっていう話も聞いておりますけどもまあ今日はニュースの方はまあ慶太郎君がまあかなりの量を割いて能登、えー、と,と福島のことを伝えてくれようとしております。えー、暗い話ばっかしでね、えー、あれだからまあ明るい。<laughs> 明るい話じゃないんだけど朝ねいつもほら9時に起きるんだけどちょっとこれから話違うよ違うんだけど俺は9時に起きるんだけど今日8時ごろね外からねんか猫が鳴いてる声がねみやみや聞こえて8時からすごい鳴いてるのよ。ななんんでいててだろうと思っ まあ、うちの猫はもうね、年だから、はい、捨て猫か。ななんて思ってね。それで、まあ、何もできないけど、あの捨て猫かもしれないなと思って。あのポケットにね、あのチュールを二本詰めてね。あの、寝巻きの上にね、ダウン引っ掛けてね。そんなでつぐってたんですね。慌てて、の道路に出たのよ。いねえなと思ったら。 全然いねえなと思ったらね。それがキュンキュンキュンって聞こえてくる。あ聞こえてくる。パって見たら隣の家がさ工事しててさ電動ノコギリの音だった。え？君ねえってえって言うえって言うけどねあのあのねうちの女房に聞いたさえあの聞いたさえって言うね聞聞こえるからそういうそういうふうに遠くから聞くと。

そんな慌てんぼの人の話聞いたことなかった。失礼だな。まあ、じゃ、小夜オレンジ。朝、き、聞いてみろよ。本当に聞こえるのよ。うちの中にいると。ちょっとそうか。距離が。あると困った猫ちゃんがいるかしら。耳の真横で。俺、ちがい、あれ、わかるよ。俺んちじゃないって、隣、前のうの奥の方から聞こえている。ちょっと音もね。はい。 あそんなコーチの話がまあ笑い話にもならないような話でもうちょっと。 もう昨日夜寝るのもそうだったちょっとそれ俺は寝不足ねちょっとちょっと寝不足ね朝も飛び出してっちゃうポケットの中の栄養食吸おうとこだねあそれチュールだチュールチュール吸わないでくださいおないはいまそんなくだらない話もありますさあそれではケータルクいろんな話があると思いますけどもその前森永さんの本のプレゼントがはいはいはいそうだと書いてはいけない日本経済墜落の真相三月九日 にに発売さされままししたた今日森永さんののご好意で番組をのリスナー5名様にこの本をプレゼントいたします読みたいということはメールまたはファックスで「森永さんの本希望」と書き添えてメールはゴールデンアットマーク JOQR.net ゴールデンアットマーク JOQR.net ファックスは0354031151ファックスは0354031151でお待ちしています。はいまあ、サインも、ねうん、書いいいいてくださそうねはい、はい、あの マスミダですね。はい。えそこにさんしてくださいって言われたんですけど真っ黒なんで黒のマジックだと見えない。急遽銀のマジック。銀なら見えやすいはい。ありがとうございます。はい。毛沢東君。はい。改めてまあこちら毎日新聞の一面の見出しなんですが、え2.9万人今も避難とあります。戦後最悪の自然災害となった東日本大震災は今日発生から13年を迎えます。 関連死を含む死者・行方不明者は2 22, 万2222人東京電力福島第一原発事故により今も福島県七市町村に帰宅困難区域がおよそ310平方キロ残る避難者は2月1日現在2万9328人、はいまあ発生から13年ですけどまだ避難者が2万9328人いると。 うん、いうことですね。はい、はい、これあれだったね。なんかまあその時にあの随分国がねお金を貸してくれたんだよね。はい、えー、だけどもやっぱりそのお金っていうのは桁ロクじゃなかなか返済ができないよね。そうですね。普通に考えてても、はい、うんえっ、ー、とこの東京新聞2面なんですけど、うんうん、災害 援護資金9000人が返せずという記事があります合計で63億円負担重くと東日本大震災で被災した人の生活再建のため国や都道府県が拠出し市町村が貸し付けた災害援護資金について岩手、宮城、福島3県でおよそ9000人が63億円の返済を滞納していることが共同通信の調査で分かったと。 貸付対象者のおよそ三割に上るそうです。うん、七市町が返済を求める訴訟を合計二百二十七件起こしていることも判明。うん、滞納しているのは低所得者や高齢者が多く、返済が被災者の負担となっている実態が浮かび上がったとあります。はい。あの、再現的にね、あの、私らも現地の方にね、何度か行かせていただいたんですけどもね。 まあ、タクシー運転手さんのお話ではあれだねうち流されたと、はいまあ、そのうちは、はい、あの新築の、はい、新築じゃなくて築<ー>何年のうちだと、はいまあ、だけどこのうちには <coughs> ローンが残ってるとね,<ー>ねそれは流されてそれでもう一回建てなくちゃいけない<ー>、ね、まあお年の運転手の方で、まあ、どうしようかなでも建てるしかないから多分建てたんだけどローか多分この返済金もね、はい、使ってると思うんだけど、うん、350万じゃ それで新しいうちが立つかといいえば、ねあそ,ね、あそんなことはなこはわけで、はいはい、いろんなお金の一部に今使われたと思うんですがこの災害援護資金、震災で家が壊れたり世帯主が負傷したりした一定の所得未満の世帯に最大350万円を貸す制度東日本大震災の場合当初6年間は返済が猶予されるが 原則最長13年で返済しなければならず今年は多くの人が期限を迎える、うん、内閣府によると借りた人の9割以上は返済が始ままっているとあります、うん、まあ実際滞納している方が多く、うん、この滞納の理由は複数回答で選ぶ設問では低収入と答えた自治体が70に上り最も多かったと。 えー、今度の能登の場合は貸し付けじゃないって話を聞いてるね、はい、一応岸田総理がまあ300万円ですね、うんはい、給付するという、うん、家が壊れた人にと、はい、いうことにはなってるんですけどね、はい、まあね金額の大小はね300万多いのか少ないのかちょっとわからないね、うんはい、ここはねはいそして、まあ、今年は3・11から13年でもありますけど、はい、元日に能、ま、登、あ、で地震があってという、うん 意味で迎えるまあ東日本大震災から13年なんですが、はい、え東京新聞の今日の一面はこういうものでした。うん、え避難計画は崩壊した。のとから見る3.11後の原発防災となります。うん、まあ上中下で今日からまあ始まったシリーズですけど、うん、えひび割れた道路にできた長い車列、バスの中で生き耐えた高齢者たち。2011年3月11日。 激しい揺れと大津波に襲われて起きた東京電力福島第一原発事故住民避難は混乱を極め多くの人が被ばくを強いられたそして見直された避難と事故対策の在り方に13年を経て致命的な問題が露呈した。 能登半島地震自然の脅威が再び問いかける原発と共存できるのか半島の被災地で答えを探したとあります、まあ、片山夏子さんという記者さんが現地でいろいろこう見て、はい、いやその地図を見るとさ、うん、根元にさ地原発があってさ、うんはい、でそれから上の国道とか県道にもうツだらけバツ、ね、がたくさんついてて道が使えないと。 いうのが図で分かるんだけど、うん、その先端にいる輪島と珠洲、えー、ここに住んでる人たちはどううんだろうとそうです、ねまあ、ちょうど能登半島の、うんまあ、中間地点ぐらいに、うんまあ、四日原発があってちょうどその四日原発のところが能登半島がこう、うん、細く狭くなっているところなんですけどこの四日原発の北側の住民ですねおよそ2 0キロ、うん うん、まあここに、まあ、まずこの片山さんという記者が行っていて、まあ、その周りがとにかくごっそりとえぐられてむき出しになった山肌だったりなぎ、うん、倒された杉の木が、まあ、目の前にこう剣のように迫って80メートルの斜面を滑り落ちてきているんだとここでまあ原発事故が起きていたらとても避難なんかできなかったという住民の声が載っています。うんうんうん えまあ北に行くほど、まあ、2か月経ちましたけどここからまあ四日原発の北からより北に行くほどやっぱり道路状況は悪化した、うん、大きな陥没30センチ近くある段差、土砂崩れや岩が崩落した斜面のすぐ脇道を通ると、うんうん、地震直後はパンクしたり道の割れにはまったりして動けない車が多発車と一緒にあじゃあ家と一緒にもうす。 そそもそも車が潰れてしまって避難できない被災者もいたと、まあ、さらに原発から30キロほど離れた穴水町というところにまあ住む方は、えー、もしここに逃げるという場合は一応、計画では珠洲市の方に逃げると。 うんまあ、いわゆるこうより北の方に逃げるんですけど今回でいうと、まあ、より震源に近づいていくなるほどもっと被害がひどいところに逃げないといけないっていうあ<ー>まあこういう計画になってた。 まあ逃,げた逃げた先これ海じゃんそうですね、まあ、実際、道も塞がれていてまあ通行止めになっていたということなんですけど、うん、で逃げた先の海の方からは津波が来るわけそうですねしかもまあ津波警報も出ている海にという、うん、津波注意も出ている海にという、はい、ことになるんですけで県は船やバスでの避難も計画する今回、県内の漁港69カ所のうち60カ所がまあ被災しました。うん、海底の隆起で まあ大きな被害を受けました、まあ、津波の到達から津波の到達が早く船すら守れなかった原発事故の避難に船を出せるかわからない、まあこう答えていらっしゃいます、まあ、さらにはもし震源が南側であれば能登半島はまあ本当にこれ孤立してしまうとでも船やヘリは動かない避難計画なんてまあ作れないんだと、まあ、いわゆるまあ雪だったり風だったりという中でまあ船も。 動かせない、うんはい、飛行機もヘリも飛ばせない。うん、これ実際どうやって避難するんだ。はい、まあそういう現実がまあ突きつけられたんだ。うん、避難計画は崩壊した、はいうん。はい。えー、今ね毛利君が言ったように東京新聞の見出しは避難計画は崩壊したと。まあだから本当のちゃんとした避難計画みたいなものの作成ができないという話だよね。はい まあ各地に日本は原発がありますけどもあのカリバーもねそうですけども全部どこの地域でも避難計画これちゃんとできてないんじゃないかと。て原発を作るにあたって避難計画のまあもともとここは地震が少ないと言われたりする地域もあったりしてってこれはまあどこまで信憑性があるか分かりませんけどもそういうところでの 避難計画と原発の立地みたいなことはかなり難しいとそこまで本当に考えて作られてはいないとまああちこちだとね一時にね90万人が避難しなくちゃいけないっていう地区だってあるわけだしねどう考えたってできるわけはないよねこれはねはい次ですそしてまあちょっと地震から離れましてこちら産経新聞なんですが。 えー、マイナス金利解除、観測強まる日銀幹部地ならし発言とあります日本銀行が来週18、19日に開く金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除に踏み切るとの見方が強まっている日銀幹部から政策変更が近いことを示唆する発言が相次いでいるためだ。 今月4日に日経平均株価が史上初の4万円台を突破したが円安ドル高基調だった為替市場は日銀幹部の発言を受け急速に円高に転じそれが株安を招くなど神経質な展開になってきた、うん、マイナス金利解除時に市場が大きく反応する懸念も残ると思います森永さん、はい、全然わかんないんですけど言ってるこことがこれマイ,マイナス金利の、えー、解除。 マイナス金利解除を早ければ来週、遅くとも来月ぐらいにやろうとしている、いきなりやるとびっくりしちゃうので、日銀の審議員があちこちで講演する際に、小出しに匂わせるっていうのをやってくる、今月か来月か分からないですけど、上げるのは間違いない、マイナス金利解除の次が実際に金利を上げる、ゼロだったのを0.5とかにしていく。そうすると 例えば、一般の人たち変動金利で、ローンを借りてる人。ええ、九割です。あの純粋な変動金利が七割、固定金利変容型が二割な。その人たちの住宅ローン返済が増えます。金利が増えると。え中小企業で運転資金借りてる人も、みんな利払いが増えます。つまり、景気の足を大きく引っ張るっていうのが一つと、もう一つは。 バイデン大統領は、うんえー、ちょっと口を滑らして、うんまあ、今年中にアメリカの金利は下がるでしょうて勝手に言っちゃったんですけど、うん、まあこれ、皇居なしに言ってるわけじゃなくて本当に下げそうなんです、うん、FRB の議長も下げるぞ、うん、アメリカの金利が下がって日本の金利が上がる。うんはい どっちがいいですかって言ったら円の方がいいわけですよはい、はい、で資金が一気に円に流れていってで、うん、円高になる、うん、円高になると輸出企業はみんな苦しくなるから、うん、今日一時的に日経平均株価は1000円を超える値下がりになりま、うん、はいそうでしたね、うん、あのねもう2年近く実質賃金が下がり続けている中で、うん、1>, 1年近く消費も落ちている中で、うん、景気は悪いわけです 悪い中で金利を上げる、うん、えもう、えー、しごきの理論ですなんで上げるんですかそれが正常化だからです金利のある世界が正常なんですんっていうふうに自分の暮らしを守られている日銀の人たちおよび財務省の人たちはあ庶民の暮らしとは中小企業の件は関係ねえよ。うん そういうところは、ゾンビだから、力の強い大手だけが生き残ればいいんじゃないですか。って、本音では思ってるっていうことです。金利とか、マイナス金利の解除っていうのは。経済状態が良くなっていった時に、景気の加熱を防ぐためにやる。やること、やるもの。今景気加熱してますか。全然加熱してます。もう冷え切ってますけど。はい。 その時にやるもんじゃないと、私はカルトだって呼んでいます。うん、ええー、財務省カルト教団。このカルト教団は、信者の暮らしがどうなろうと、知ったこっちゃないんですよ。でも、このずっと、このなんかマイナス金利状態を続けるわけにはいかないんです。まあ、うん、ただ順序が違うんです。景気が良くなって。はいうん 十分耐えられるような経済状況になってちょっとこれ行き過ぎだなっていうところでやるべきなのに政府とか連合とかですかそれは大手ですよね大手は今回大手は賃金もバンバン上がってるわけですよ 5. 何パーセとか要求出しましたけれども満額回答で中小の頃全然終わってないですよね。 私のギャラも全然上がってない同じですよ。俺だって同じですよ。全然上がってません。視力知らないけど。はい。えそうなってくるとあの格差が広がる。広がる。えというとまあこれによって中小とかっていうのはかえ で断撃が大きいってことになりますかあ,あの普通の生活をしてるリスナーの皆さん毎月の住宅ローン返済が2万も3万も増えたらどうなるかっていうのを頭の中でちょっと考えればえれえ話だなっていう,ふう。 ついでに言っておくとこういうえげつないことをやりながら銀行は儲かるわけですよ金利が高くなった方が私の予想では上田和夫日銀総裁はこのあと金融関連機関に雨下りすするはずですいやいやいやあの見た目結構もうあのご高齢なような感じがしますでも昔イケメンですげえモテたんですよ なら、私は気に入らないんですけど。です <laughs> それ支援も入ってな、はいし、はいはいはい。ええー、ここ大体のことが分かりましたけれども。はい、次はいけませんか。見出しだけでもいけませんか。新聞の今日の一面でしたけど、この震災のニュースの横に訪問介護事業36。36%赤字とあります。はいうん、ええー、高利益率理由に報酬減、中小は苦境たるんですけど。 新年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬の引き下げに反発が広がっている問題をめぐって厚労省の直近の調査で訪問介護事業所の4割弱が赤字だったことが分かったと、えー、厚労省は報酬を引き下げる根拠の1つとして訪問介護の利益率がすべてのサービスの平均大きく上回るデータを挙げてきたが調査は小規模事業 中小を中心に厳しい経営を迫られている可能性を示している、まあ、大手は利益を上げているかもしれないですが中小がこれどうやら相当苦しんでいるぞという中での、うん、まあこの基本報酬の引き下げじゃないかと、うん、NPO 法人の方は赤字事業所に減産を強いるということは中小の零細事業者に退出を促す意図があると考えざるを得ないと批判しているとあります。うん こことはこの介護事業の中でもやっぱり大手がいて、うん、この大手。っってっけど、うん、中小の弱いところはゾンビだから死んじゃえっていう、うん、そのなんかちょっと前に介護士の訪問介護のねこれを下げるみたいな話がちょっとあったけど。報酬下げるんですよ それ渡ってね、えー、だってでそんな下げちゃダメでしょうと思うんだけどこの放送終わった後、うん、うちに訪問介護の看護師さん来るんですけど、うんはい、はい。全然儲かってないし、うん、でも一生懸命働いてるんですよそうでしょうではい。はそこを避けるって言われてもね大事なお仕事す、ね、全すよそうだよね今、えー、の言う通りだよさあ今日も始めましょう